プジョー403、プジョー403は、フランスの自動車メーカープジョーが1955年から1966年まで生産した中型乗用車である。先行モデルの203同様、フランス車としては、保守的で堅実な設計を特徴とする、信頼性、耐久性に優れた実用車で、着実に市場に受け入れられ、11年間にわたって生産された。 戦後のプジョーの唯一の生産車種であった203のやや上級の後継車種として登場した。最大の特徴は前後フェンダーが車体の一部となったポンツーン型フラッシュサイドスタイルと呼ばれる戦後式の広幅ボディをようやく採用したことで公表はされなかったが次の404同様イタリアのカロッツェリアピニンファリーナのデザインとされている車体寸法は203から わずかに大きくなっただけであるが、現代的なレイアウトによって居住性は203より、はるかに改善された。また、ミシュラン X スチールラジアルタイヤリクライニングシートが装備された。エンジンは、基本的に203の設計をベースにしているが、ドアを 75mm から 80mm に拡大して、排気量を 1468cc に拡大。 出力も58馬力 4900rpm に増強され、最高速度は時速 130km に引き上げられた。ヘッド周りは203独特の複雑な鋳造設計を廃止し、一般的なクロスフロー型便配置として合理化されている。同時期のフランス車の多くが早くも後輪に独立式、半独立式サスペンションを盛んに採用していた中、 403は、サスペンションも203のものを改良して用いたため、後輪は相変わらずコイル支持のトルクチューブドライブ、固定軸、ウォームギア駆動のファイナルギアであった。それでもデフケースは、アルミ製となり、バネした重量が大きくなりがちなトルクチューブドライブの課題を軽減して、乗り心地を改善しようと工夫していた。当初のバリエーションは4度アベルリーヌ、セダン、 戦前からのプジョーの伝統に従い、スライディングルーフもオプション装備可能だけであったが、1956年にはホイールベースが延長された5ドアのブレークにドアクーペカブリオレが追加された。1958年には電磁クラッチがオプションで選択可能になったほか、ブレークにはプジョー発の 1816cc48 馬力、 4000rpm ディーゼルエンジン付きが追加された。このモデルはその経済性が評価され、1959年にはベルリーヌにもディーゼルが追加された。元もともとプジョーは1920年代からディーゼル乗用車の試作を手掛けた経験があったが、403ディーゼルの成功で、以後、メルセデス・ベンツと共にヨーロッパにおいてディーゼル乗用車を得意とする先進メーカーの地位を得た。 1960年に203が生産中予されると、その特殊なクロスフローヘッドを持つ 1290cc エンジンの圧縮比を高めて54馬力とした、ものを403ボディに搭載した廉価版403セプトセットが投入され、廉価帯の空白を埋めた。外装が通常の403より簡素化され、フロントグリルが内のキータのパネルに変更されている。 ことで容易に区別できる。同じ1960年には403自身にも後継モデルとなる404が登場しており、403はクーペやカブリオレをバリエーションから落とし、404の連鎖モデルとして全く新しい前輪駆動の204が登場した、翌年の1966年まで生産が続行された。アメリカのテレビドラマ、 コロンボは1970年代に多数のシリーズが制作され、世界的に人気を得て、当時の日本でも NHK 総合テレビで放送され、以後もたびたび再放送されたが、その中でピーター・ホーク扮する主人公、コロンボ警部補の愛車として、くたびれた403カブリオレ、米国輸出者がしばしば登場し、彼のライフスタイルを物語る小道具として、 存在感を放った。ピーター・ホークが自伝で語る、起用の経緯によれば、シリーズのとあるエピソードの撮影に先立ち、自らが、コロンボの自家用車のチョイスを任されたが、ガレージ一杯の激用車のどれを見ても気に入らなかった、中、ガレージの隅で色あせくたびれている上に一輪が、パンクしている403カブリオレ遭遇、直感的に選んだものであったという。 薄汚れたガタガタの403は、ドラマの中でしばしば不調を起こすが、コロンボはさして意に介する様子もなく、時には、七種の愛犬を助手席に乗せ、自らの足として愛用し続けた。コロンボの世界的な人気により、一時、制作中断されていたシリーズが1989年から再開された、日本での題名、新、刑事、コロンボが、この時、 以前のシリーズの撮影で使用していた403ワスで廃棄されていた。ピーター・ホークがまとうよれよれのレインコートや指に引っ掛けた安ハマキと並んでポンコツ403はコロンボの象徴というべきアイテムとなっていた。新シリーズの制作スタッフはコロンボの愛車として403こそが最もふさわしいと判断し様々なツテをたどった末に 稼働状態の403カブリオレを保有するコレクターからこれを釈用して撮影に供したという403がプジョーの主力車種であった1950年代後半の日本では外国製乗用車の輸入は厳しく規制されていたため403が正規輸入されることはなかったそのため日本に存在する403は中流米軍人の持ち込みや ヒストリックカーとして輸入されたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。